オスピシオ・カバーニャスは、メキシコのハリスコ州グアダラハラにある個人院及び病院の複合施設である。スペイン5県アメリカにおける最も歴史が古く、規模の大きい総合病院であり、1997年、文化遺産として世界遺産に登録された。1791年、グアダラハラ市教により、管轄院、病院、個人院、旧品院の機能を統合する複合施設として、 設立された。名前の由来は、1796年に、グアダラハラカンクに任命されたホアン・ルイズ・デ・カバーニャスに、ある、メキシコ式出身の巧妙な建築家である、マヌエル・トルサーが設計に携わった。トルサの設計は、パリにある、ゴシック様式のテル・デ・ザンバリットや、マドリード近郊のエルエス・コリアル修道院などに、準拠した、新古典様式に分類される。 建物は164メートル145メートルの巨大な長方形を形作っており、1階建てで高さは7.5メートルにも達する。チャペルはその倍以上の高さを備えつつ、ドームの高さは32.5メートルである。これらの一連の建物は、病人、年配の人、子供たちが容易に行き来できるように、単1階にすべて形成されている。 1823年のカバーニャスの死後も、建造工事は1829年まで続いた。19世紀半ばには、弊社として使用されていた時期もあったものの、本施設は20世紀に入っても正常に稼働を続け、家のない子供たちを多数受け入れた。1980年、カバーニャス文化協会が、その提携する美術、工芸の学校と共に入居してきたため、 その機能を停止した。内部の装飾の見どころは、チャペル内に位置するメキシコ美術の巨匠、ホセ・クレメンテオロスコの手による50以上のフレスコ画や天井画廊が挙げられる。その中でも彼の最高傑作である天井に描かれた炎の人は圧巻である。現在、本施設はカバーニャス文化協会として機能し、美術の展示会や、 市民のための講座などが開かれ、市の文化の中心を担っている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。